よし、スターダスト来ました。さあ、あいつ来るぞ。おい、おめえ何してんだ。何もしてへんねんな。店に何か用があるんですかね。見てただけやん。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。風間のおやつさんの世話にはなってねえけどな。和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。まあ見た目はな。どう見たって極道なんだろうが。でも破門されてるからな。何企んであがる。和樹さんに何しよってんだよ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。キレてますね、キルちゃんも。ヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。言うてないねんな。この街でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった。この店、風間さんのおかげでできたような気すんねんけどな。和樹さんの邪魔をさせれ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさい。俺はこの店命がけで守るんだ。熱い男やで、ゆうや。なんかゴリラはさ、イケメンやったら騒がれるけど、イケメンがゴリラでも騒がれへんよな。お前のことやで、ゆうや。おいおい、お前も最高難易度やからちょっと強なってんか。おい、気合見せてみろ、お前。うれい。はい、踏んづける。はい、踏んづける。避けて。はい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 、オッケー。夜間があるよ。あ、ちょ、お前夜間使わせろっつってんの。お前夜間拾って、これ夜間の極みあるよな。極み、さあ熱湯の極みや。なんでお湯沸いてんねん。オッケー、はい、そんだけ。ラッシュスタイルいくで。あ、来いよ。おいおい、後ろ取って、バツ。危ない、初めてのコマンド。なかなかやるやんけ。はい、疲れてますね、堂島の竜スタイル。投げて、おい、こ、超極みスタイルできんかったっけ。今はないんか。なんやなんや。おお、投げ技されたんか。知らん間にコマンドされたんちゃう今。だる。はい、鉄壁。お前やるね。またや、最悪。死んだんじゃんこれ。あぶねえ。そう思って買ってきたんよな、スタミナ X。 あぶねえ。よし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 、ラッシュスタイルでいくで。はいはい、相性悪いかな、お前とラッシュ。ちょっとか、やられるな。チンピラの方がええな。くっそ、お前攻撃力バカ強いやんけ。うれ、ヘッドバット。オーケーオーケー、疲れてんちゃいます、小料理屋の看板や。お疲れさん。いや、最高難易度ちょっと強いって。くそゆうやん。はい、和樹さん。何やってんだお前。ほんまそれやで、怒られる。和樹さん、このヤクザが。道島の桐生さんですか。あ、そうです、失礼しました。風間さんから伺ってます。話早いわ。どうぞ中へ。ちょ、言うときよ、お前ゆうやに。オッケーオッケー、スターダスト。見てこの間取り、意味わからん間取りしてんもんな。ザ、ここで戦いましょうのホストクラブやん。で、上やったっけ。あ、ここはビッグルームね。さてさて、すいませんでした、俺てっきり。いや、俺のミスだ。謝れんのはええよ、偉いわ。なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。ええやで。それよりお前、風間のおやつさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。ゆうや、ヤクザ嫌いけど、和樹はズブズブやぞ。風間さんとええんか。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。ゆうや消えた。見かじめも取らず、
商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。ああそうなんや。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。はいはいはい。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。キールちゃんのことやな。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。なるほど。こういう隠れ家を作るためにおやすさんは手回しててんや。先ほど連絡したんですが例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件何があったのか。あ、ええ、殺されたんてセラさんやったっけ。東条会三代目セラ会長が殺されたんです。おお忘れてた。ここで殺されてたんや。中道通りかなんかのあれやな。わからないんですがニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。数奇な運命やな桐生ちゃんからした。ですが道島組長が亡くなって。あ面白死に方。今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。道島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。はい。他の組も手出しができないでいたんですが数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。割った人。それはおらオーナー出さんかい。ヤクザ来たで。ちょゆうやお前ここやぞお前が出番なんは。オッケーオッケー。こいつら戦うんよな。ゆうやすみません騒がせちゃって。なんとかして追い払いますから。いやいや結局俺がやるんちゃうんこれな。カズキ島の組の連中です。あ島の組か。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。あほんま。あほなじゃあいいかな。スターダスト出て。今は出ていくべきではないじゃあ喋ろうか。あちょっと下っ端にも喋れるやん。わしらは連れの同伴しとるだけないで。関係ないやっちゃ引っ込んどるや言うてます。ちょっとの間おとなしゅうしてろや兄ちゃん。島の組のくせにお前道島の寮知らんのか。最近入った若者やな。オーナーすみません桐生さん。これはこれはかっこいい言うてる場合か。ようやくオーナーさんのお出ましですかい。めちゃめちゃ M 字バングやな後ろのやつ。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど。右の子かわいい。そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえらみかじめせびりに来たんだろ。いいよ今日は飲みに来ただけやから。嘘だ酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。金参ったな。ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうやクソやとおいこらガキ今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜクソ以下だ。いいねゆうやお前ら語彙力クソしかないやん。はい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 。どうちまるゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はいはいふざけとんのか、はい、お前らおい偽ごとぶっ潰せ。何を言うかじゃなくても誰が言うかやな。この世界はいやーしやったりますか。島の組島の組組前らなんで桐生の顔面知らんねん。おいこらお前ドス持ちはやばい。オッケーからの極み。ちょ体力少ないな。回復しよっか。能力強化もできますと。あー持っててよかったスタミナ X。 こういうところにさアイテム落ちてるよね落ちてるよね。あ向こうにも落ちるやん。じゃ一旦アイテム拾おっか一旦ゆうやたちに任して。上にもあるよな確か。 OKOKOK スタミナ XX。 よーし走り方ダサいなヒルちゃん。いくよー。はい極み強っ強っはいじゃあわらわら出てくよんなお前ら。はい避けてつかましてつかまして。なーい極み極みさせて極みさせろってお前こいつかボスか。
はい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 、はい、極み三浦全然暗い。もう一丁行こう。 OKOKOK、OK, OK, OK、しゃあお前おれなめとったらあかんで、踏んづけて持って極み、さすが最高難易度。まず雑魚敵殺さなあかんな。オッケー、はい極み、お疲れ坂本。しゃあ体力ちょっと少ななってきたな。やばいやばい、後ろ取られるのはやばい。ラッシュスタイル、オッケー、もっといったらお前ら3対1や絶対勝てんぞ。オッケー、堂島の竜ともあろうものが、これなんか超極みみたいなで刑務所ではできたけど今できひんのか。無理か、無理無理そうやな、無理そうやな。ほな壊しやすい、おれラッシュやな、やっぱ大丈夫です。こいつ大振りやな。おいおい、チンピラの方がいいね。ナイス、オッケー、はい極み、極みって何回もやってたら威力下がんねやったっけ。ナイス、蹴ってくる、ここ行く、おい掴んで、いや逆にやられる、やばいぞ。これ回復しとくか、タフネス Z、 はいはい、オッケーオッケー、疲れてる疲れてる、今ちゃん今ちゃん、オッケー、んで、はい極み、うるぇヤクザの刺し方強よ、古びたとすの極み強よ。おい、思い出した、あんた堂島の組長を殺して無所行ったどこのタイミングで笑うとんねん。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。じいさん、ここで助けに来るのがシンジ、田中のおじいシンジ出世しましたね。何やってんだこんなところで。島野組の縄張りじゃねえだろ。いや、ねえぞ。おお、かっこいい、シンジ。風俗行ってたのに、めっちゃ。本当にお久しぶりです。ちょっとシャレ込んだコートも着てな。出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、はい、風間組を裏切って内部を割った人。ええ。錦山さんなんです。錦。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合、兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。あ、そうやったっけ。どういうことなんだ兄貴。錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。なあ、メンタルやられて、それ乗り越えてちゃう別人になったもんな。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。めっちゃ大事にしてるやん。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。はい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 。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。おう、ええ、まさか行く気ですか。そらな。でもまた島の組の連中に見つかったら。カズキ、
言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。いや、分かってますやん、シンジ。10年間その紫のガラシャツ着てたん。物持ち良すぎやろ。ボブ宇都宮について興味ない。10年ぶりのシャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。どこ褒めとんねん。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。嘘つけ。喧嘩なんて本当に久々だ。ダブルフォークマンに喧嘩したで。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。喧嘩オーラ出てるからな、キルちゃん。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。あ、そうなんや。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。はい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 。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあおかげで弱なってんけどな、ま、そんなところも兄貴らしいですね。うん、真島さんに鍛えてもらおう。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。いや、弱なったんよ。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。うん、俺も実感してた。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。トラ落としとかな。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。変装か、変装。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。オッケー。もう準備はできましたか。行こうぜ行こうぜ。わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。1996年風間組事務所。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだ。あ、組設立の話か。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。はい。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。まだ前髪あるから。礼なら風間の親父に言え。克服前やな。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。よかったな、錦木。それに桐生のこともある。え、桐生。どうかしたんですか。ここで名前出したらな。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。全部桐生のためか。俺が桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。こっからどうぐれちゃったんや錦。冷麺食いたそうやな。第3章喧嘩葬儀。懐かしいな、こういうのも。あー、来ました。血出ちゃうんよな。どんな格好でお前頭剃っとんねん。親父、すみません。新種の風俗やないかい。それでそいつはほんまにあいつやったんか。そいつはほんまにあいつ。間違いありまへん。遊戯王かお前。そうか、桐生帰ってきよったか。
いた。たらーん。やっちまったな。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか。ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。手出してみや。えい、やあ、痛い。さかいな、指二本で許したるわ。機嫌悪かったどうなってて、指十本。さあ変装キリュウちゃんのお出ましです。どこがやねん。どこが変装やねん。サングラスかけただけやないかい。兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。なんか音声二重なって。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、はい、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。さあ行きますか。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。懐かしいな。そこを右に入った先が裏口です。うん、俺はそこで兄貴を待ちます。なんか鍵探さなあかんかったっけこれ。シンジと合流しなければ。とにかく身元がバレないように慎重に行動するしかない。シンジと会え。あ、見つかったあかんかったっけ。そんなあったっけ。恐ろしいほど簡単じゃない。何このステルス。世良会長やったのはやっぱり内部の人間なのか。チッ、誰もその件について知らねえのか。探り入れてんな。正面から突きるのは危険だ。世良勝義道場会三代目会長にしては人少なない。危ない危ない危ない。こっちかで。あー、見張られてる。義理人情のね、極道もいるもんだ。で、こいつは？ここから先は、無償がなければ立ち入り禁止だ。無償か。この先が真珠との待ち合わせ場所なんだが、どこかで無償を手に入れてこなくては。はいはいはい。ゴミ箱かなんかに落ちてんのよな、これ。これめっちゃ探した記憶あるわ、俺。あ、なんかどっかで話しかけて、誰かが捨ててんな。お、失礼。お客人、世良会長のお知り合いの方です。ああ、そうだが、わしは中部の方で組み合ってるものですが、この度はご愁傷様で。本当に登場か大きな柱を失った。この先、誰が跡目を継げるというのか。あ、俺です。目の前の私です。あなたは誰がいいとお考えかな。風間慎太郎です。島の太しかありえません。錦山明がいいと思います。風間慎太郎です、言うとこか。わしもその通りやと思います。だが、風間の親分が素直に了承するとは思えぬのだが。はい、名古屋いうことあれかな。あの品田がおったところの組のやつかな。忘れたけど。で、あれこの辺ゴミ箱調べるためには一旦中か。一旦中入って。あ、こいつか。すみません、受付でご記帳をお願いします。はい、会場へは受付を済ませてからご入場をお願いします。あ、わかりました。受付受付。ここか。ちゃうな。ん？出てたな今。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。いえいえ。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。正直に本名を記入。偽名でごまかす。さすがにな。なんて書いてある。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔堂島組にいた風間組だ。おお、風間組言うとこか。風間組だ。風間組？俺も風間組なんだが。あ、お前の顔は知らねえな。あら、お前怪しいぞ。おい、こいつを叩き出せ。叩き出せ。今度は慎重に行かないとな。あら、こんなシステムあったっけ。だる。ちょ、もっか戻ろうか、ほな。はい、ただいま。
本日はお忙しいところお前やばいや誠にありがとうございますお前やばいやこちらにお名前をご記入ください。ものの1分前の名前を書くのか記憶ない。本名記入したらどうなのこれ。桐生一馬と。これでいいか。はい、ありがとうございます。こちら桐生一馬だと。だとてめえもしかして堂島の親父殺して無所行ってた桐生か。はい、それそうだが文句あるのか。いや別人だ、同姓同名の別人だ。いや別人だ。だよな、だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。ああ。あいつもそんなにバカじゃねえか。お前が一番バカやな。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。うわお前めっちゃアホや、すげえこれでよかったんや。なんで入るんか。あれ喪章いらんかったっけ。あ、ここで入ってな、喪章捨てたやつが中におるから取りに行くんか。うわ、後で絶対に始末書を書かされるな。葬儀や。いや葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって。はいはいはい、こいつやったな。あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけど。全然こっちから喋ってへんのによい喋んなお前一人ごとでか。OK、じゃあ一回出てゴミ箱のとこやな。こっちの裏、あー これか。おお何か落ちてるな。喪章を手に入れた、ナイス。葬儀関係者の喪章か。これさえあれば関係者として潜入できそうだな。あ、それ私がなくした喪章見つけてくれたんですね。何も言わない。ありがとうございます、助かった。喪章取られた。おい、あれこれ取られたっけ。くそ、せっかく裏に入るチャンスだったのに。他に入る手段がないか探し回ろう。あれでゴミ箱やったっけ。あれちゃうか。もう一回じゃあ見るか。あれはさっきの喪章をなくした葬儀屋。しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだマネージャーヒゲ剃れよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？ほなあかんな。そうですか、わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよああ開け直ってるわ。あんで喪章いらんくなんねんか。あでゴミ箱に捨てたんか。あーはいはいはい。おい、まあそうやられたらな、怒る側もなキョトーンとするよな。で外出てゴミ箱に、おまだかまだか。あの葬儀屋喋らなあかんか。どこやあいつ。こいつや、タバコ吸うとるわ。あ、さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。おう、喪章くれ。何やら上司と揉めていたようだが見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして。どうやったらバレんねん。減給とか処分されそうだったんでこっちからやめちゃいましたそうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せやな、せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。そやな、はよ帰りや。じゃあ私はこれで帰ります。おう、お疲れ。新しいバイト先でも探しといてくれ。ゴミ箱に喪章を捨てたと言ってたな、探してみるか。はい、ゴミ箱、ポケットティッシュ。ああれここじゃなかったっけ。ゴミ箱こっちにもあった。こっちか。喪章だ、オッケーオッケー。なんで遠い方に捨てんねんあいつ、キモいわ。で、この裏口入れると。長かったね。おう、葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。どう見てもヤクザやねんけどな。そろりそろり。よし、シンジ。やっとやな。お前、めっちゃハゲてるやん。ちょっと、
顔を貸してもらおうかい。誰ですか？関西の五代目近江連合の本部長。本部長バックに錦山さんはずっと独立の。ああ、こいつが本部長なわけか。ないか。なんすかなんすか。正面から堂々とあの堂島の桐生。あ、めっちゃバレてる。なぜ近江連合が俺を。そりゃわかるよな。頼まれたんや。あんたの元兄弟に。錦か。錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。あ、やばい。油断してた。はっ、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。なめられたもんやな。さあやるか、近江連合。近江連合の男を。一瞬島野かと思ったんやけど、そのな。はいはい。あ、やばい、すごいパンチが来るやつだ。避けて避けて、掴んで投げる。オッケーで一回蹴って、オッケー。いや、お前さ、避けてんねんな。そこら辺も最高難易度。はいはいはい、やるね。いや、強え。4連撃か、やるな。ピオラせようか。避けて避けて、あ、くそ。4連撃されるの忘れるな。4連撃、あ、なんで当たりにくかな、ギリュウちゃん。鈍りすぎちゃう。ちょ、回復しよう。なんか能力強化しとく。いや、後ででいいか。4連撃からの、はい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 、じゃあ掴んで極み。痛いでーこれ。まあ、髪の毛ないか、余計痛いやろ。あ、疲れてる疲れてる。おい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 、なんやその黄金オーラ。オッケー、はいはいはい、お前、はい、じゃあ、お疲れ。危ない危ない危ない。マジでこの辺の敵すらも負けれるからな、余裕で。 OK で入る。あ、シンジ、お前助けに来てくれたってええやん。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え、近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。うん、もうバレちょんです。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。まあ信じやったら繋がってると思われるからな。お前も用心しろ。わかったな。はい、とにかく風間のおやすさんのところへ。オッケー、信じについていく。アイテムなかったっけ、この辺。ないか。おやすさんはこちらです。ちょっと移動しただけや。行きましょう。行きましょう。どうしようか、本部。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。せやな。何せ登場会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。お前誰や。それに武器や、武器や。武具購入、なんか買っとくか。あんま、あ、タフネス Z、5本ぐらい買っといて。で、なんか武器とかも使おっか。さらし。そっかそっか、防御とかもあんねんな。そういえば。改造ライター。おもろそうやん。他は？まあ、せやな。ドス、いや、ドスは高いな。紳士傘とかにしよっか。オッケーオッケー、こんぐらいにしとこう。
で、シンジについていこう。兄貴、なんやこっちです。おい、声でかいぞ。ほんで、さっきの話の続きは。そういえば、最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。あ、そう。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。ヤクザにも厳しいな、世の中なったんだ。仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあ、そんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのは、まだまだ東上界の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、あ、めっちゃしょうもない話でしたね。この部屋でしばらくお待ちください。はい。今、風間のおやさんを呼んできます。ここで誰か来るんやったっけ。東上会本部、あ、歴代会長か。歴代組長、あ、組長か。おやさんを待つ間見てみるか。 R3 を押すことで主観モードとかあったな。はいはいはい、ちょ、待て。セラさん、風間の親父、錦、島野。おー、島野だけフォーカス。あー、全部フォーカスか。1985年直系堂島組初代、堂島総平。堂島組長、堂上会二代目を支えた大幹部、俺にとっての親父分の人間。堂上会を支えた堂島組長を殺した罪は何年経っても消えるもんじゃないな。10年前、なぜ世良会長は俺を絶縁しなかったのか、今でも不思議だ。せやな。何したんやろな、こいつは。1987年、直系島野組初代、島野太。島野、相変わらず無茶してるようだ。おやつさんとも相変わらず折り合いが悪いんだろう。しかし、いつ見てもおっかねえ面してやがる。今、こいつに見つかると面倒なことになるな。はいはいはい。で、錦。2000年、直系錦山組初代、錦山明。真珠の話だと、風間組を終わって組を立ち上げたと言っていたが、本当に錦のやつはそんな独走したんだろうか。おやつさんに会って直接聞くしかないな。はい。で、風間のおやつさんと。1996年、直系風間組初代風間慎太郎。おやつさんか。1996年に風間組を襲名ってことは、堂島組長が死んでからすぐってことか。俺も刑務所に入ってなかったら、風間組で生きていたってことになるね。うん。気流組ができた世界線も見てみたかったけどな。1993年、東上会三代目会長、世良勝。会長か。10年前、刑務所に殺し屋送ってきたのは、本当に会長だったんだろうか。もう直接会って聞くこともできないが。さあ、来るぞ。おやすさん。カズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件から、すっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺は、あいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。うん。おやすさん。気流がおればまた違ったんかな。もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、出た。行方不明。そうや、狙撃されんねや。ユミはパチーン。これでまた気流が狙われんねんな。風間のおじき、てめえ。おい、キリュウもここでな、言い訳してくれの。うわー、出た。なんやお前、堂島の兄の次は風間か。兄、何考えとんじゃ。堂島の兄。おお前ら、絶対に生きて返すんやないで。